青葉神社は、宮城県仙台市青葉区青葉町にある神社である。旧社格は、県社、1874年に創建され、竹渋彦命を祀る。江戸時代後期から、明治時代初期に流行した藩祖を祀った神社の一つ。1873年10月14日、旧藩市の松本義蔵、丹野彦三郎、小泉朝鮮を総大とした住民が、 伊達政宗を祀る神社を建設する許可を宮城県に願い出た。松本らの言うところでは、天保の初年、政宗を祀る神社を建てる許しを、当時の藩主、伊達成国が、朝廷から得た。仁口天皇の直学をもって、城に近い亀岡に社を築く計画だったが、なぜか中止になった。今、市民は、低山考という港を結び、期日ごと二病に集まり酒を花向けを供している。 朝廷が許容してくれれば新名社の隣に社団を設け震災したいという宮城県は意見をつけずに教部省に取り次ぎ教部省が賛成して12月22日に大上官が建設を許可したこの年には徳川家康を祀る日光東照宮が別格官兵社に認められており諸藩の藩祖を祀る神社の創建申請が翌年にかけて全国で相次いでいた 実際に神社が建てられたのは、仙台城下町を南北に貫いて、北に向かう欧州街道が、北山丘陵にぶつかって、東に向きを変えるところであり、すなわち、城下一の繁華街であった国分町から一直線に、北に向かった突き当たりである。ここには、伊達家の菩提寺で、北山五山の中心の東照寺があったが、東照寺の敷地の西側三分の二が、青葉神社に提供され、 東照寺の建物はその東側の満マサルジア土地よりの現在地に移された。1874年6月25日に建者に列格されたのを機に、同年7月1日より、総営に着手、一、本殿、拝殿、神楽殿、社務所等を建設し、同年11月11日に落成、同年11月15日に鎮座祭を取り行った。その後、 1922年より社殿の改築を行い、1927年に現在の社殿が完成した。1930年には別格官兵社に列してほしいという請願があり、貴族院の賛成議決を得たが他の更新を祀る神社との健康が取れないという理由で内務省が反対し、実現しなかった2011年3月11日に、 起こった東日本大震災では鳥居が倒壊する被害を受けた。現在の宮司は仙台藩野郎、白石城主片倉家の16代当主である。ゲーム戦国バサラのヒットにより登場キャラクターである片倉小十郎の子孫に会うことを目的に当社を訪れる女性が増加している。経代者として伊達正宗の家臣を祀る、そ霊者がある。他に正宗の性質、 愛岐を祀る愛岐神社があったが、現在は本殿に合祀されている。現在、5月に行われている仙台青葉祭りは、伊達正宗の命日の5月24日に当社が取り行っている春の霊体祭に由来する。明治に入って当社が創建されると、江戸時代に盛んだった仙台東照宮の仙台祭よりも当社の春の霊体祭が青葉祭りと呼ばれて、 市民総での祭りとなり、昭和40年代後半まで続いた、2、3、その後、1985年の伊達正宗没後350年に、仙台市が当社の霊体祭と分離して始めたのが、仙台、青葉祭りである。その他、伊勢神宮地方と同じように、毎月初めの午前10時から、昨日参りの払いが今も続けられている。青葉神社は、 仙台市都心部の北、北仙台地区の西の北山丘陵場にある、同丘陵場には、北山五山と呼ばれる仏閣が立ち並んでいる。当社の門前から南に続く道は、青葉神社通りと呼ばれ、約2キロメートル南にある、都心部の陥落街、国分町に一直線につながる。現在の青葉神社通り山道は、旧欧州街道に続くため商家が立ち並んでいた。また、 仙台軌道の仙台側のターミナル駅である、通り町駅が門前町に設置されたことで賑わいを見せた。しかし、1929年に、仙三島線の北仙台駅が開業し、また、1937年の仙台市電、北仙台線開設の際、高等大通りが、旧欧州街道と並走して、北に延長されて支電が施設され、通り町駅も廃止となると、ターミナルの地位は、 北仙台駅にメインストリートの地位も高等台通に移り、当社の門前町は次第に裏道のようになってしまった。それでも仙台市営バスや宮城交通が門前町を数多く通っていたため名脈を保っていたが、1987年の仙台市営地下鉄南北線の開通や、1990年代からの県道大平仙台線の建設に伴って、 青葉神社通りを通過するバスはありがとうございます。